マックスはヤマハ発動機が発売しているスクータータイプのオートバイである。スクーターのマックスシリーズとしてトップクラスの TMAX、ミドルクラスの ZMAXSMAX ススに次ぐグローバル車種として開発され、2015年1月に生産国であるインドネシアの現地仕様として 155cc 版が発表された。同年10月の東京モーターショーでは125。 CC 版も発表されている。フレームについてヤマハはバックボーンと称しているが、センタートンネルの中を見るとわかるように実際にはダブルクレードル構造となっており、非常に剛性が高い。また、前後輪が共に13インチのアルミホイールかつ油圧ディスクブレーキとなっており、ックスシリーズの名に恥じぬ高いワインディング性能と直進安定性を誇る。10類はヘッドライトと テールに LED を採用しており、ヘッドライトは両端に配置したロービーム2灯に中心部のハイビーム1灯を組み合わせた3灯式となっている。MAX には排気量の異なる MAX125 と MAX155 の2モデルが存在する。日本仕様の MAX は2016年3月18日より125が先行して発売された。エンジンは ヤマハ発動機が新たに開発したブルーコアエンジンが搭載されているが、MAX のものは高回転域への対応として、可変バルブ機構の VIVA を装備した4バルブの水冷仕様となっている。なお、排気量は 155cc 版のエンジンを 52mm にボアダウンして対応した。2017年8月21日よりマイナーチェンジを受け社名は、 MAX ABS に変更となる。エンジンを平成28年環境規制に適合させるが、主な諸言に変更はない。リコール発のリコールが、令和元年11月26日に出されている。改善対策対象者の車台番号を対象者、製作期間不具合の内容改善措置の内容2017年4月25日より、MAX155 も日本仕様が発売された。 エンジンが平成28年環境規制対応の 155cc となった他は1 2 5 c c 版と共通だが座席シートは専用品に変更されている。なお、125で問題となったカムテンショナーだが155については販売当初から対策品でありリコール対象外である。 新開発の水冷ブルーコアエンジンを搭載した、グローバルモデルインドネシア発スポーティスクーター、MAX 発売ヤマハ発動機、2015年4月26日、第44回東京モーターショー2015、ヤマハブース外用ヤマハ発動機、2015年10月28日、ABMAX シリーズのスタイルを 125cc に、展開したグローバルプレステージシティコミューター、 ブルーコアエンジン搭載の MAX 新発売ヤマハ発動機2016年1月12日3タイプのエンジンで2020年に年間500万台を生産次世代高性能小型エンジンブルーコアについてヤマハ発動機2014年9月12日新排出ガス規制へ適合した124立方センチメートルブルーコアエンジン搭載原付き2種スクーター マックス ABS の新色を発売ヤマハ発動機2017年7月20日 ABC スタイルと走りの良さで人気のスクーターマックスの 155cc モデルが誕生高速道路も走行可能なマックス155新発売ヤマハ発動機2017年3月7日ありがとうございます